はい、どうもね、爬虫類ライフ楽しんでいるでしょうか。はちみつボーイです。今回のね、動画なんですけど、今回は前回、紹介したね、タランチュラにちょっとご飯をね、あげていこうかなと思います。まあね、ちょっとまだ動画に出してない子もいるんですけど、まあその子はね、ちょっとまた別の動画で紹介させてもらって、今回はね、前回の動画で出た子たちにね、こうご飯をあげていこうと思います。まあちょっとね、うまく取れるか自信ないんですけど、まあできるだけね、ちょっと頑張って取ろうと思います。じゃあ行ってみましょう。どうぞ。はい、ということでね、今から、この2匹、カーリーヘアとリアホーンドバブーンにちょっとね、ご飯をあげていこうと思います。はい。でもうリアホーンドバブーもうほんとすまみれ、ちょっとね、中を見ていくんですけど、こんな感じ、もうわけがわからん状態になってるんですよね、これはね。今ね、この穴のところにいます。こんな感じでね、もう綺麗に空洞を作ってね、巣を作ってくれてるんで、これはこれでね、ちょっと見がたえがある、面白いですよね。で、もう一匹のカーリーヘアの方は、まあ、こんな感じ。こんな感じでね、ちょっとね、見にくいんですけど、この木の下にね、こんな感じで、空洞を作ってね、こっから出入りしているような感じになってます。ちょっと見にくいな、っていう感じになってるんでね。まあ、これをね、ちょっと崩さずに、このままご飯をね、与えていこうと思います。ではね、ちょっとね、ゴキブリが出るんでね、苦手な人は、あまりね、見ない方がいいかもしれません。じゃあ、早速ね、与えていきましょう。はい、じゃあね、今回、与えていく、まあ、餌なんですけど、このね、中にいる、まあ、この子たちはレッドローチではなく、ワモンゴキブリっていうね、種類になります。ちょっとね、生態が、まあ、本当なんかレッドローチみたいな見た目なんですけど、種類がね、違うんですよね。で、ちょっと生態がおらんかな。生態っていうか、アダルトがいないんですけど、まあ、ちょっとね、画像に出すとこんな感じのゴキブリになります。じゃあね、ちょっと早速与えていきましょう。はい、じゃあね、ちょっと与えていくんですけど、食べるかな？見にくいな。あ、今ね、わかりますかね？穴の近く。入っちゃうか。いやー、ちょっとこれはわかりづらいですね。ちょっとね、何匹か、ペッと入れてみましょうか。食うかな？あ、入ってた。入ってた。あ、え？あ、食べてしまった。ちょっとね、先にあげた子は、無視してる感じなんですけど、今見えますかね？もう綺麗に加えちゃってますね。あ、出てくってくれる？いやー、ちょっと取れんかったっすね、食べるとこ。いや、っていうのが、この流木をね、ペッて抜けてしまうと、もうほんと食べなくなっちゃうんですよね。なんで、ほんとはこう、流木からね、ちょこっと出てきて、食べてくれることを期待したんですけど。あ、今ね、食べてますね。でもこうやってね、ちゃんと食べてくれるとすごい安心しますよね。あ、でもゴキブリがまだ生きてる感じなんですけど、
動かんな、あんた。本当に。え、でも本当ちょっとね、大きくなりましたよね。もうこのね、動画を撮る前もね、まあ、何回か餌やりしてるんですけど、全部ね、こう綺麗に食べてくれる子なんでね、すごい飼い主とね、してもね、すごいこう、嬉しいというか、まあすごい、育てやすい子やなっていうのはすごい思いますね。今多分チューチューしようんかな。まあちょっとね、もう一匹の子行ってみましょう。はい、ということでね、次はリアホーンのバブーンの方上げていこうと思うんですけど、この子がまあ出てこんのんすよ、本当にね。なんでこの子もね、ちょっと取りづらいかもしれないんですけど、ちょっとね、この穴の近くゴキブリがうまいこと、ああそっち行った、あーそっち行っちゃったか。あ、でもちょっとこっちのね、穴のところでゴソゴソしてますね。あーしゃ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 、あらららららえ、あーやっぱ入っちゃうか、入っちゃうか。ちょっとね、リアホーンのバブーンの方からね、出てきてくれたらええんすけど、あ、食べた、あーマジかマジか、うわーちょっと、え、マジで、ちょっとちょっとね、見やすいように頑張ってみます。いやー無理っすねこのね、中にね巣作っちゃってるんで、ちょっと見えんっすね。いやー、うまく撮れるかなーって思ったんですけどね、このちょっといい感じに、いい感じに影に、あー入っちゃうよねー。出てきてくれんかな、ちょっとちょっとダメっすね、出てきてくれそうにないですね。あ、ちょっとお尻が見える。いやー見れんっすねこれ。あ、お尻が、ちょっと残念なことに頭を出してくれないんで、あー、いやー見えんな、見えんな。ちょっとね、2匹ともちょっとファンサービスが悪いっすね。ちょっとね、時間を置いてもう一回チャレンジしてみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとまた頑張ってみたんですけど、結果はね同じでしたいや本当にね申し訳ない、マジで。いやちょっとね、次はね、こううまいこと捕食シーンが撮れるように自分もねちょっと頑張ってみるんで、ちょっとね次の餌やり動画はね、ちょっと期待してもらえたら嬉しいです。いやー難しいっすね、やっぱりタランチュラの捕食シーン撮るのって。あの、自分がね、こう、よく見る好きな、ちょっと YouTuber さんで、昆虫ハウス101号室っていう YouTuber さんがいるんですけど、いやー、その方はね、すごい上手にね、こう、タランチュラの捕食とか、撮ってるんですけど、なかなか行きませんね、うまいこと。ちょっとね、いろいろ勉強してもう一度チャレンジしてみようと思います。じゃあね、あの、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次のね動画でお会いしましょう。バイバイ。あー、ごめんごめん。